アラリペスコルピウスはヒゲナガサソリ科の化石サソリの一族。ブラジルの白亜紀の地層から発見されるアーライペスコルピアスリガーブエという一種のみが知られる。最初は1986年にブラジルのアラリペ大地にある白亜紀前期の地層であるクラト層で発見されたが、化石は状態が悪く、詳細は不明瞭であった。発見当時は 小金サソリ浄化に分類されていたが、後により、状態の良い化石が発見され、これを分析した特徴からシャックトイデア浄化のヒナ長サソリ化に変更された。体長は11から17.5ミ、mm、リメートルの小型のサソリである。全体が化石の状態が悪く構造は判明していない。全体の腹板は五角形で広がっている。 フレッシュはハサミ以外の部分は細長く、ハサミの部分は短く太いものとなっている。化石の駆状上版は不完全な形状で、白膜はほとんど残存していない。生殖郊蓋は丸く、引き伸ばされた形状となっており、中央で分割される。終わり体の拡大切は後方ほど長くなる。化石の微節は不完全であるため、毒針の形状は判明していない。 A.B. デビット・ M. マルチル、ギュンター・ビーチリー、ロバート・ F ・ラブリッジ、ザ・クラトゥ・ホッシルベッツ・オブ・ブラジル、ウィンドウ・イントゥ・アン・エンシェント・ワールド、ケンブリッジ大学出版局。ピアニッシモ、111から113、ISBN9 兆7811億3946万7766、A.B. フェデリー・カ・メロン、ハイヤー・システマティックス・オブ・スコーピオンズ・フロム・ザ・クラトゥ。 フォーメーション、ロア・ークリテーシャス・オブ・ブラジル。パレオントロジー50、185、195、h t t p o n l i n e l i b r a r i y y r e e c o m d o y 一スラッシュ j, j 1 4 7 5 4 9 8 3 2 0 0 6 0 0 6 0 5 x p d f ありがとうございます。